はい、こんばんは。こんにちは。Xbox One で遊ぶファイナルファンタジー0式 HD29 話続きやっていきたいと思います。今、潜入作戦中ですけど、前回ね、情報を集めろ。3つ集めろって言われて、2つ集めたとこで、最後の1つがね、なんか方角がよくわかんなくて、マップがちょっと見にくくて、なんかね、行こうとしたんだけど、結局失敗しちゃったんで、まあ今そのまま進んでるとこです。1個弱体失敗しました。やば。さすがに見つかれたか。今から内戸の扉を開けてやる。少し時間がかかるが死なないようにな。泣いたぞ。目的を忘れるな。面倒な連中は無視して進め。ちょっと回復はアイテム装備ポーション、あ、ポーションしてたの、装備どうやって使うの、みたいなお待たせしました。ちょっと歩きにくいよ。ちょっと使い慣れないからやばいねオッケー。いただき。開かねえしあ、結局全員倒さないと開かなかったんだ。イエー。辛いな。エローレット。ゴーゴーゴー。近い。OK。違う。まあ別に全ての敵に構わなくてもいいからね。やばい。Yeah. 全員倒してるじゃねえか。なんだこっちか。うわっ痛い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 。やっぱ見づれえよ。本当にこの霊式の戦闘システム慣れるのかな、心配です。ちょっと HP。オッケー、行こう。ああ、もう歩きづらい。完全に回復セット。オッケー、いい感じ。実績解除。よし、じゃあ一回ここでセーブしていきましょう。いやー、ことごとくね、主要操作キャラクター死んじゃったんで慣れないキングです。だけどキングはね、本当にこのやばい局面でやってくれるんで。行こうぜ。ゴー。やめない。ルシが来た。叶う相手じゃないわ。全力で逃げて。邪魔はさせぬ。運がなかったな。この痛みを忘れるな。ちょっと待ってくれよジャックジャックってジャック刀じゃん。オッケー、まさかセブじゃキングが強えな。一発です。やばいやばい。援護を開始する。やべえ。無理に戦うことはねえよ。この S をね。待たせたな。やばっ。ちょっと九州、ああ本当に勝手がわからん。格納庫。まあここで分かったのはここまで来て構える。普段はこんな感じみたいなね。いやー、あんだけレベル上げてもね、ここまでシビアになるなんてみたいなね。まあ行こうぜ、ボス戦。そろそろブリューナグが召喚使っちゃおうぜ。イエー、見づれえな。それ殺させて出るぞ。攻撃できねえし。いけ。お待たせしました。ちょっともうちょっと引きの。気をつけろ、乗る前にやられるな。急いで登場しろ。終わった。まだ続くか。助けましょう。いや王国軍全身貴様らが赤の魔人か。まさか本当に息子たちより若いとはな。しかし貴様らが何だろうとここは通さぬ。吸収サービスはここで終了だ。目標は目の前だ。お前たちならやれるって信じてるぜ。じゃあな、クリスタルのカゴあれ。ちょっと待った、召喚獣使ったのまずかったかなみたいなね。変なやつ。おい、行くぜ。ああ、こっからブルーナックか。スーザル、ここに来たってことはあんたの敵は俺が取ってやる。この機体ナンバー277、ブリューナグでな。支援します。お、なんかいけそうだぞ。ただ気になるのがみんな攻撃してくれないのが気になるね。これなら開始する。どんどん攻撃してほしいな。言われなくても。あら、召喚獣できないんだけど。捕まえた。あとは頼んで。待ってました。いただき。危ない、通路に逃げ込むクポ。お助けに参上。コラクター。食べて食べて2。これならやばいやばい。これなら助けに来たぞ。ブルーナック全体一部減ってないんだけど。ガンガン行こうぜ。こなくそ。これなら死んじゃった。グレムで行くしかねえじゃないか。通路に逃げ込んでいかない。逃げるクポ。当たってる？あとはもううちをどうすくぽ？うちをどうせねえねえよみたいなね。メンバーみんなここ出しなのが気になるね。こいつだ。こんなことで動かなくなってんじゃねえ。肺は肺に、塵は塵に。あっち逆側にいつだ。頑張れ頑張れ。助けましょう。頑張れ。もうちょいだ。なんか他のダメージソースないかな。Go. 逃げ込むクポ、下がるクポ。頑張れ頑張れ。打ち返すもう。お、終わったもしかして。よくもやりやがったなてめえら。そこですねじゃねえよ。何やってるこれ。終わった。結局ね、今回もやばかったですよ撤収しましょう。いやーきついですわ。クリスタルに異変を感じる。よりによってやるしかないようですね。お、スザク乗るし。久しいな、幾年ぶりか。お前は感じないのか。何を。行く末さん、くぐつはくぐつらしく踊ろう。その意志の意。いや、このスパイって言われてる人だね。うん、そう、時が巡ってきたのね。力が思うように出るんだ。だがネズミの相手ならこれで十分だ。使っちゃったけど大丈夫ですか。なんか見えないんだけど。What the fuck? 9999? からのだが、全航続兵空達、現時刻をもって戦地特例497が発令されました。興ざめだな。戦闘行為を含む全ての戦地行動を中断、中止してください。捉えたぞ。コンコルディアルグルム領国との休戦協議です。戦地特例497が発令されました。繰り返します。作戦終了。強すぎだろ死亡回数26回。おお、いやいや意味が分かるのままみたいなね。イフリと召喚したけど届かないみたいなね。これよりサブラ協定によるオリエンス3カ国の停戦に向けた会談を宣言します。ハルス神の名のもと、すべての戦闘を停止、武器を収め、兵を引きなさい。コンコルディアの女王アンドリアにこの戦いを預かりましょう。随分と古い協定を持ち出したものだ。それも女王自らご登場とはな。あの者の言葉、嘘ではなかったということか。全航続兵通達、現時刻をもって戦地特例497が発令されました。戦闘行為を含む全ての戦地行動を中断、中止してください。コンコルディア、ルブルム両国との休戦協議により戦地特例497が発令されました。繰り返します。待て、やめろ。ミリテス、コンコルディア、ルブルムはファブラ協定の発動により一時的な休戦状態となった。協定違反は状況の例外なく処刑だ。処刑？ちょっと待て。協定の発動、休戦。スザ君が受け入れたってのか。もうここで戦っても死闘になっちゃうよ。くそー、何なんだよ。実績解除。おお、第4章に来ましたね。最後の女王、ウユーニキス。待たせたな。諸君の所属および処遇については正式に我々の預かりとなった。私たちの身分を証明して引き取るために白虎まで来たわけじゃないんだろ。刈谷院長は停戦条約に向けた会談に臨むべくここ白虎に滞在している。私は随伴員だが諸君の指揮隊長でもあり状況の説明と指示を行う義務がある。隊長、質問の許可を願います。なんだ。スザク議会は俺たちの作戦を理解していたはずです。なぜ停戦会談に同意したのですか。広告がスザクに対する全面的な譲歩を条件に出したのだ。そうなれば議会が拒否する理由はない。俺たちは新型実験機の破壊に成功してたんだ。そんなのは時間稼ぎに決まってる。広告から条件提示が行われたのはその前の段階だ。侵入作戦中だった諸君への連絡が後となっただけのこと。広告に裏がないって議会は本気で考えているのか。他国の思惑がどうあれ条約が締結されればこの戦争は終わる。他に質問はあるか。会談が終わるにはまだしばらくの時間がかかる。作戦の疲れも残っているだろう。諸君はここに一泊し、明日朱雀に帰投すればいい。明日の午後までは休暇扱いだ。軍事区域外の行動は許可されている。広告の首都に来る機会などそうはない。市内を回ってみたらどうだ。そうします。候補生としての立場を忘れず、有意義に過ごせ。以上だ。はあ、なるほどね。と思ったら今は紅葉ではありません。楽になさい。そうですね。あなたは僧侶の？失礼しました。私はアンドリア・カヤトランカ・ファム・フォーチュリオ総領府より階段の立ち会い人として白虎に参りました。声が大きいです。総領の女王。マジかよこら。城から出るなんて聞いたことねえぞ。よその国で会ったことあるやつなんて世界でも一握りでしょ。女王陛下が一体何をしに？分かっています。休戦に不服ですか？あ、いえ、はい、納得できません。広告はルブルのクリスタルを踏みにじった。手を結ぶことなんて考えられない。その思いはクリスタルの意志に反しています。私たちはクリスタルに忠誠を誓いました。一度も裏切ったりなんてしていません。なぜ意志に反しているなんて言えるんですか？私にはクリスタルの心を伝えてくれる友がいます。竜に選ばれた者は彼らと心を重ねます。そして竜はクリスタルの化身。私たちはクリスタルと心を重ねているのです。この停戦がクリスタルの望みとおっしゃるのですか？広い視野で見なさい。クリスタルの望みは互いの均衡、傾きのない世界、あるべき形の世界。戦いだけでは作れない未来もあるのです。その意味を理解しなければ、フィニスの導きを自らが担うことになりますよ。なぜ俺たちにそんな話をする？あなた方は私が見た最後の歯車だからです。あなた方の歩む道に光があらんことを。そして What you say? なんでマキナだけ理解してる？結局何しに来たの？マキナ、女王は最後に何と言ったのですか？いや、よくわからないんだ。選択がどうのとはわけがわからない。しかし均衡とはどういう意味だ。何もするな、何も起こすなってことなのか。それがクリスタルの真意かどうかなんて私にはわからないよ。竜となんか話せないもん。でもクリスタルが戦いを望まないなら、私たちは何のために戦っているの？いろいろ情報が出てきました。とりあえずね、長くなりました。ここで一度切りたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。